私の夫は、暴君というか、とにかく口が悪くて厳しい人です。私はおとなしく、夫の言うことに口答えせず、よく尽くす妻でした。あの時までは、2年前、一人目の赤さん出産の時、陣痛室で、最初は、と唸りつつ、痛みを我慢していたのですが、痛みもピークに来て、だんだん反狂乱になってきました。うがー、痛い、RY、とシーツを掴んで、めちゃくちゃにしながら、大もだえしていました。すると、手を握るでも、励ますでもなく、横でジャンプ読んでた夫がいきなり、子供産むくらいで、ギャーギャーうっせえんだよ。誰だって痛いだろうが。と私を怒鳴りつけました。それに、とうとうプチッと来て、てめえが産むんじゃねえだろう。痛いのは俺なんだよ、ごらあ。そう言うならお前が変われ。と、今まで夫に向けたことない暴言を吐きました。夫は、妻の見せたことのない一面に、途端におろおろしだし、ますますフィーバーした私は、腰もむぐらいしろよ。だいたい、あんたは、つわりで苦しい時も、そうやって突き放して、と、今までの鬱憤を晴らすかのごとく、夫を責め立てていたところに、実母が病院に到着。お母さん、もうこの人の子供産みたくない。もう痛い。もうやめる。殺して。殺してよ。うわぁ。大泣き。もう私大暴走。延々騒いだ後、鎮静剤を打たれておとなしくなった頃に全開。やっとブンブン台へ。それからは、もう夢中って感じで、あんまり覚えていないのですが、助産婦さんによると、産むとき、私に似ろう、私に似ろう、と叫んでいたそうです。もう作られてるのに。夫は、それから、すっかり人が変わり、私に優しく、赤さんの面倒もよく見てくれます。立場逆転した逸馬さん、切れてみるのもいいかもですよ。